100年の月日が流れたらあなたへこんにちは今年の後ろ姿が少し見えてきましたがいやまだ行かないでと今年の袖を強くつかみたい毎日ですおかわりありませんか実はあなたといつか一緒に行こうと話していたあの喫茶店が 久しぶりに行ってみたら亡くなっていて、静かで鈍いショックから立ち直れずにいます。空っぽになった店のドアに貼られた閉店しますの張り紙には、常連さんたちの書き込みがたくさんありました。これまで何度も最後とわかっていたらなんと声をかけただろうという思いをしてきたのに、 私はまたその言葉を見つけることができませんでした。最近、ちょっとした失敗やうまくいかないことが続いています。あの喫茶店はそんな時にこっそり心を整える場所だったので、これからはどうすればいいんだろうと戸惑っています。あなたとも、いろいろ落ち着いたらあの店でなんて言いながら、 ずっと先延ばしにしていたことを後悔しています。自分も、世界も、きっと何もかもが落ち着く日なんて来ないから、会いたくて会える人、行きたくて行ける場所には、降る雨の隙間を縫うように会いに行きたいと思いました。何もかも落ち着かないまま、いつか、みんな、終わってしまうから、 そんな実感はなかなか持てないけれど、良いことも良くないことも、良くも悪くもないことも、そのすべてにいつかは終わりが来るということに少しほっとしたい夜もあります。それは、ここではないどこかへ行ってしまいたい夜。今日は、そんなどこかへ連れて行ってくれる詩を送ります。 after a hundred years, nobody knows the place. agony that enacted there, motionless as a piece. we, triumphant, ranged, strangers, strolled and spelled at the lawn orthography of the elder dead. winds of summer fields, recollect collect the way, instinct picking up the key, dropped by memory. 百年の月日が流れたら、ここで苦しみを抱え、立ち尽くしたことなど、もう誰も知らない。静けさだけが穏やかに佇んでいる。時は緑に覆われて、出会うことのない人々が生きい、かつて生きた誰かの、石に刻まれたひそやかな跡をなぞるだけ。 草原をゆく風がこの道を振り返り不意にひらめき手にするだろう思い出せずにいる大切な何かをこの詩が書かれてからまさに100年の月日が流れた時を 今こうして生きているんだと思うとはるか遠くから投げられたボールをうまくキャッチできたような気持ちになります人は過去から何かを受け取ると今をより濃く感じ少し前を向くことができるみたいです100年前もそして100年後も私たちはいなくて結局私たちには今を知ることしかできないのだと あの喫茶店はなくなってしまったけれど、百年の月日を遠く思い、果てながら続いていく今を感じていたら、ちょっと元気になってきました。あなたにも伝わるといいなと願いながら、また手紙を書きます。あなたのいない夕暮れに。小谷文コメント。 エミリー・ディキンソンの主役に寄せて最近、友人と絵はがきのやりとりをしているのですが彼女が選んだ絵はがきとカラフルな文字からその暮らしぶりや家族の様子さらには彼女の内側に広がる世界そのものまでもが切手が貼られた小さな窓から伝わってくるようです手紙は肉体は伴わず 精神だけを伝えるという点で、私にはいつも不滅そのもののように思われるのです。という言葉を残したアメリカの詩人、エミリー・ディキンソンは、今から150年ほど前、南北戦争の時代に生き、生前は無名でしたが、1700編もの詩を残していました。その暮らしはいつも白いドレスを身にまとい、 自宅からほとんど外に出ることはありませんでした。そして社会と世界と彼女なりの距離を取りながら詩をひそやかに書き続け限られた人と手紙のやりとりをして過ごしました。彼女の詩や手紙には閉じた窓の向こうに彼女が見つけたいつまでも失われることのない世界が広がっています。 stay home, keep distance この閉ざされた日々に彼女の死という窓の向こうを一緒に眺めてみませんか ?2020 年秋小谷文